親愛なる友人の皆さん、私はあなたと共にいます。あなたと同じように、私もより大きな意識、より大きな愛、より大きな幸福への道を歩んでいます。意識の成長に終わりはありません。意識そのものは無限であり、経験し、成長し、より高い意識のレベルに入る可能性も無限です。このプロセスは、創造のダンスに喜びをもたらします。人生そのものが、新しい可能性と、それに伴う創造性を、探求することであり、新しいものへの衝動、成長と、拡大への衝動なのです。生きているものは、すべて発展します。その発展から、喜びを受け取ってください。喜びは、その自然な状態です。しかし地球上では、人間は自分自身の中にある生命を抑制しようとし、生命の動く流れを信頼していません。人類には、その集合意識には、生命の動く流れ、成長と、拡大への固有の傾向に不信感を抱く傾向があります。心で全てをコントロールしようとする欲望が存在します。今日、私たちは強さについて、自分自身の強さを手に入れること、そしてそれが何を意味するかについて話し合いました。人間の成長において、強さや力は、心の使い方や思考と同一視されてきましたが、それは大きな間違いです。心や知性によって人生をコントロールし、操作し、支配することが、力の定義となっています。周囲を見渡せば、私たちがどれだけのことを知り、どれだけのことを生み出すことができるかがわかります。私たちの技術は、至るところで目にすることができ、人体さえも操ることができます。もし人類に、その力の最高の誇示、最大の功績をあげるよう求めるなら、技術的進歩の成果を上げるでしょう。しかし、不思議なことに、そうすると、生命から、生命を取り除いてしまうことになります。生命を殺して、自分の概念、つまり、自分の心の概念にアレンジし、再構築するのです。その本質において、人生をアレンジし、構造化しようとするこの動きは、恐れから生まれています。それは、季節の移り変わり、誕生と死、子供の成長、性の開花、男女のダンスにまつわる、人生の大きな動きを、あえて進めないことへの恐れです。芸術家、子育て中の母親、人間が行うすべての創造的な力は、単に頭で考えただけでは、把握することも、封じ込めることも、理解することもできない、インスピレーションと創造性の、深い内的な流れから生じています。要するに、思考が、本物のフィーリングよりも、優先されてしまったのです。本物のフィーリングとは、インスピレーションに従うこと、自然に進化する人生の流れに従うことを意味します。パワーとは、何かについて、誤ったイメージがあります。パワーとは通常男性的なやり方で全てを支配するために支配する力を持つことと定義されますが、それは本当の意味でのパワーではありません。真のパワーとは人生の流れに沿って進むことを意味します。あなたの魂は生命の繁栄であり、神聖な源の現れであることを心に留めておいてください。もしあなたが大文字の L で始まる生命を全てに浸透し、全てに存在する流れ、つまり動き、成長し、境界を形成する生命、未分化なものから分化したものへと移動する生命とみなすなら、魂はあなたに属する生命の一部です。魂は唯一無二のものであり、あなた自身のものです。
あなたの魂は、この大きな流れの中に取り込まれ、そこから切り離された存在ではなく、全体の一部なのです。しかし、あなたの魂は、唯一無二であり、あなたをあなたたらしめている別個の存在なのです。生命が自らを成長させ、知り、理解するように、魂も自らを成長させたいと望んでいます。そして特に、魂はあらゆる感情を深く経験したいと望んでいます。魂はより好みせず、闇も光も欲します。魂は非常に好奇心が強く、知りたいと思い、経験したいと思い、理解に到達したいと思います。ある人生では別の人生よりも、ある天性では別の天性よりも、このようなことが起こるかもしれないが、ユニークな魂は内面的な成長を遂げることができるし、そうしなければなりません。好奇心と冒険心は、魂であるあなたのものなのです。では、パワーとは何を意味するのか、自分の力を発揮するとはどういうことか。私はそれを自分自身の魂を信頼することだと定義したいのです。そして、それは勇気のいることです。なぜなら、あなたの魂はそれぞれ異なり、個性的でユニークだからです。自分の魂を信頼するということは、根本的なコミットメントを求めることです。世の中にあるものや他人がどう見ているか、見ていないかなどと自分を比較しません。何が自分にとって正しいかを過去や外からの法則や理論で決めるのではなく、自分の内なる声に真摯に耳を傾けるのです。自分の奥底でどんな気分が動いているのかを感じるのです。その海の波に耳を傾け、その中の要素的な力に頼るのです。地上の肉体にいるときは、自分が持っている人格に対処しなければなりません。過去には、これはエゴとも呼ばれていました。私はこれらの言葉を、良いとか悪いとかいうレッテルを貼らずに、とてもニュートラルな意味で使っています。あなたには、ある種の個性があり、それは遺伝子や両親から生物学的に受け継いだもの、老いたちから受け継いだものに由来します。しかし、パーソナリティには恐怖心も宿っています。人格にはあらゆる種類の生存メカニズムがあり、それは人格が不安と共に成長し、育ってきたからです。たとえ今は状況が良くなっているとしても、恐怖は社会に浸透しています。人格に加えて、あなたには魂があります。魂は、あなたがここに存在する究極の源であり、人生におけるあなたの存在の源です。魂は、あなたにインスピレーションを与え、地上の人格として、あなたと融合することを望んでいます。あなたの魂は、あなたの人格を通して成長し、自分自身を拡張し、あらゆることを経験したいと望んでいます。しかし、もしあなたの人格が優位に立ち、単にあなたの人格から、つまり過去の恐れや苦しみから、考え、行動しているとしたら、あなたの魂には、自由に遊ぶ十分な余地がありません。私はパワーを、魂に身を委ねることと定義しています。魂にスペースを与えることで、人格ではコントロールできない力、波動、動きを受け入れることができるのです。人格はコントロールしたがり、知りたがり、理解したがり、組織化したがり、何よりも予測可能性と安全性を求めます。魂は成長し、境界を越え、新しい経験を得たいと望んでいるからです。なぜなら魂は成長を望み、境界を越え、
新しい経験を得たいと願っているからです。一等、人格は過去からの恐怖に支配されて生きていることが多いです。だから、人格と魂、古いものと新しいものの間には常に緊張関係があります。私の定義では、力とは支配し、操り、頭で考える生き方とは正反対のものです。魂と共に進むには勇気が必要です。しかし、そのような幸福は、時に危機によって引き起こされます。その第一歩は、自分の魂に耳を傾け、何が本当に自分を動かしているのかを知ることです。あなたは、物事はどうあるべきか、何ができて何ができないかについて、様々な考えを教えられてきました。だから、自分の魂から生き、自分の力を発揮するための第一歩は、自分が必要だと思っているものと、心の奥底で本当に望んでいるものとの違いに気づくことなのです。したがって、沈黙し、要求や期待に満ちた日常生活の喧騒から、一歩後退することが不可欠なのです。自分の力を発揮するための第一歩は、とても静止して、どこか背後にある深い感情に耳を傾けることです。恐怖心から、他人の言うことを聞いたり、従ったり、順応したりすることに縛られがちだからです。それでは、必要な頑固さや決意を受け入れることができません。だから、自分自身のための場所を作り、内側に根本的に立ち返るのです。時間をかけて、自分だけの道、自分の人生において、次に進むべき道だと思えるものを実現することが必要です。そしてそれは常に古いバラストから自分を解放することによって自分の中心に一歩近づくことを伴います。自分の力を発揮することは自分の魂と調和して生きることです。そしてそれは非常に流動的で常に変化するものです。自分の魂に寄り添って生きるということは、ある日はこうで、またある日はああで、ダイナミックなことなのです。魂の意識とつながってください。制限や恐れを抱えたままの自分を手放してください。大きく考えてください。あなたのハートの真ん中に、生命そのもの、あなたの中の自然、あなたの外の自然と調和した力、つまり、恐れを知らない完全な自然の力が生きていることを想像してください。その力が心臓から全身に、上にも下にも伸びていることを想像してください。その力、その強さを内側に感じるなら、それがより大きな全体、より大きな流れの一部であることも、経験するかもしれません。あなたの魂のその力は、他の力、力の相互作用と結びついています。これを、海の波のように感じることができるかどうか、感じてみてください。あなたは、ある動きをする、波でありながら、海の一部なのです。この大きなフィールドの中で、あなたの周囲を流れる、様々な動きを感じてください。この波としての自分に気づいてください。見てください。まるであなたという一トンの波から、あなたにとって良い次のステップについて、何かを語るイメージ、色、言葉、感覚が現れるかのように、あなたは自分の魂に耳を傾けているのです。あなたが波の上にいて、その波が、すべての力を集め、ゆっくりと巻き上がり、乗り越えていくと想像してください。完全に身を委ねると、波の先端は下向きになり、浜辺に流れ出します。自分の力を発揮するということは、この動きを信頼すること、この波を信頼すること、その動きについていくこと、
そして魂があなたに求めることを実行することなのです。